TOEIC は勉強したことも研究したことも英語読んで聞ければできるし、うん、できなきゃ取れないっていう。それですもんね、タイム隅から隅まで全部読むって。芸能界とかオファーはどうやってきたの？Hello there! 始まりました、もちチャンネルです。今回はですね、いやスペシャルゲストとしてですね、まあ初めましてなんですけども、初めまして。トイック満点何回でしたっけ？今多分91回です。91回。イングリッシュモンスターの菊池さんにおいでいただきました。ありがとうございます。イングリッシュモンスターというよりインチキモンスターの方が近いと思うんですけど、はい、昔イングリッシュモンスターという名前で売られておりました。あ、そうですね、はい、昔はね、いろんなテレビ出てましたもんね、うん、はい、恥ずかしながら、はい、あれベストハウスとか出てるんじゃないですか？はい、よくご存知ですね。ワン・ツー・トゥー・リーってやつですね。ああって、そうですね、はい、そんな感じで、うん、今日はですね、まあ菊池さんがですね、トイックの勉強をどんな感じでやってきたのかを聞きたいんですけど、はい、スコアシート持ってきていただきましたので、すごい、これ全部満点ですからね、満点のスコアシートを、うん、持ってきていただき、これ昔のトイックですよね。ですね。あ、誕生日4月11日なんですね。はい、そうです。4月10日と4月11日だったんですね。ああ、そうなんだ。意外な共通点が。243回、もう最近のやつですね。すごい、これ満点がこうですね、全部満点ですからね。これ91枚ですか、うん、すごっ、すげーみたいな。でも2人で並べればよかったですね。長期間に受けてるので、一番最初に受けたのが2001年かな。だから120回ぐらいは受けてると思います。2003年が一番最初ですね、うん、多分それぐらいだと思います。2003年の一番最初の満点のスコア、はい、シートですね、うん、ここから。いやーすごい。満点以外のスコアシートはどうしてるんでしょう？もうすぐ、ちょっと恥ずかしいんですけど、はい、鼻くその儀式っていうのがあります。鼻くその儀式、はい、985点以外の時は、ね、はい、3秒以内に鼻くそをつけて破って捨てるという縁起の、じゃ990以外は全て捨てちゃうんですね、はい。2003年にトイック満点取るってこと、はい、それまではどうしてたんですか？94年ぐらいまで普通に全く何の英語、まあ学校の英語は好きだったですけど、はい、それ以外は全くごく普通の、はいはい、でサラリーマンになって35になってから、はい、事情がありまして、はい、辞めざるを得なくなって会社で、はいはい、でそれから英語勉強はし始めました。はいはいはい、そうですよね、うん、仕事も全部、会社も辞めて、うん、何も仕事がない時で英語に行ってたんですよね、はいはいはい。英語に集中するために仕事を辞めたわけではなくて、うんうん、仕事を辞めて何もできない、何もなくやることがなくなったんで仕方なく仕方なく、はいはい、他にやることもなかったんでという。でトイックを選んだ理由とかあるんですか？それももうひたすら受け身で、仙台で勉強してたんですけど、はい、お金がほぼなくなって東京に出てきて、はいはい、ノバっていう学校に入ったんです。はいはいはい、でね、ちなみにその時は外人さんと喋って初めての経験でした。でそこの人に英語に関係する職で、を探すと思えば TOEIC っていうのを受けるしかないよって言われて、なるほどなるほど、はい、受けてみましたね。それが初めてです、うんうんうん。で最初はどうだったんですか？最初は一番簡単だったですね。だから、まあ、最初は970点だったんですけど、その時多分20分ぐらい余っちゃったと思います。で本当にひたすら集中してすっごい難しいテストだと思ってたので、はい、で一切問題の分析とか、あ、こういうことをやってくるんだとか一切雑念はなしに、うんうん、ただひたすら解いたんで、うんうん、今はもう20分なんか多分5分余ればいい方なぐらいな感じです、ね、今のトイック難しいですね。そうそうそう、20分余るなんて。それもあるし、こっちの頭脳がなんかちょっと汚れちゃって汚れて、これはちょっとトイックさすぐにやりすぎじゃねえとか、あ、はいはいはい、だから受けるので、ね、5分余ればいいぐらいな感じですね今は。それで受けて970で、はいはい、で2001年ぐらいに受けて、はい、2003年に満点、はい、もうなんかハマったんですか？本当にハマったのはここ2011年12年ぐらいから。だいぶ後ですね、はい、ただそれまではだから1年に2、3回ぐらい、多くて2、3回ぐらいしか受けなかったし。芸能界とかオファーはどうやって来たんですか？英語学校 で、はい、でなんか芸能関係の、はいはい、知り合いができまして、はいはいはい、なるほど。その方に紹介されてなんか、出てみないかみたいな感じで、そんなトイック満点取ってるんだからみたいな感じで、うん、外国に行ったことがなくて、はいはい、独学だけでっていうのは割と珍しい。あ、そうですね、うん、純ジャパって今は言葉がありますけど、うん、どうでした？でもこのテレビとか出るとかっていうのは周りから言われるのがまま、はい、そうだったんですね、うんうん、どうですか？言いたいことはまあなんとか言おうとはしましたけど、はいはい、トイックっていうとテクニックでね、はいはい、英語の実力とは関係ないとか
批判するはその人がそれもすぐ批判するし、で一生懸命勉強しようとする人でもその存在しない幻のテクニックを求めて、なんか、無駄に問題集といっぱい買って探してっていうのがあったんで、勉強すれば点も取れますよと、英語読んで聞ければできるし、できなきゃ取れないっていうそれだけのことですよみたいなことは言えるだけ言ったんですけど、それ以外のことは操り人形感ありました。今から考えるとやっぱり、キャラ付けとかもやっぱされたわけですよね。絶対その最たるものがイングリッシュモンスターっていうプレッシャーとかありました？どうでしょう？楽しかったんですか？プレッシャーもあったし、楽しかったって言えば楽しかったっていう、ね、有名人の皆さんとも、そうですね、いろんな人と会えるわけですもんね。論文とかと話したりしてたんですか？はい、結構話しました。あ、そうなんですね、休憩時間とか、あの淳さんは学ぼうっていう人が、人なんで、知らないことがあったら突っ込んでくるっていう、勉強しようっていう意識のある人なんで、あのそれなりの話をさせていただきました。ね、慶応の大学に行ってますしね。じゃあそうですね、990点を取るその勉強法を聞いていきたいんですけど、はい、どうやってやってきたかっていうんですね。教育は勉強したことも研究したこともないですただあの講師だった時にさすがに何も知らないのはまずいんで、問題集とか買ってやりましたけど、でも本当に通して徹底的にやったのはほぼゼロ。ただあの読んで聞く、でちょっとは口の練習も話すものなので、なるほど、あれですよね、読むのはあれですよね、大体英字新聞とあとタイムとかですよね。仙台で勉強してた時は、新聞雑誌以外にも本もかなり読みましたけど、要所も読んでたわけですね、はい、そのやっぱ読みでいったわけですね。今もあれですもんね、タイム隅から隅まで全部読むって。はい、あのもうずっと貧乏症が染みついてるので。すごいですね、タイムを最初から最後まで全部読むって相当大変ですよね。タイムはそうでもないね。あ、そうなんですね。エコノミストの方が、あ、エコノミストは難しいですね。もっと難しいですね。分量が、多分単語のレベルとか英米の違いもあるから、単語のレベルは同じようなもので、ただ物理的な分量は多分エコノミストが実感としては 1.5 倍ぐらいある感じです、ね、そうなんですね、はい、量が、はい、タイムをじゃあもうずっと読み続けてる。そんなに時間はかかんないです。あ、そうなんですか、はい、どれぐらいなんですかタイム。ウィークデーは早朝しかやらないです。で、30分ぐらいで6、7ページぐらいの感じですね。はいはいはい。でそれは知らない単語を呼ばしながらとか、はい、あらすじをつかめればいいっていうのはやったことがないんで、やり方が分かんないんで、はいはいはい、知らない単語は全部調べて、覚えられないけど覚える努力はするっていう、それしかやり方を知らないので、そのやり方をやってて、で30分で6、7ページ、まあ難しい時は5ページぐらいですから、でウィークデーでだから25ページから30ページで、土日の残りで時間が余ればジャパンタイムズの、はい、ジャパンタイムズもジャパンタイムズ自体も面白いんですけど、それにくっついてくるニューヨークタイムズの社説の本当に面白くて、トイックの最終的なゴールみたいなもんが僕にとっては、3回に2回ぐらい990点取れるぐらいの、まあ、実はもうちょっと老眼でが厳しくて読めなくなってきてるんで非常に厳しいんです見えなくなってきてるんで非常に厳しいんですけど、まあそのレベルを保持するためには主な記事が20ページから40ページぐらいの間の読んでおけば、トイックのリーディングで時間がなくなるっていうことはないと思います。で、こっちのニューヨークタイムズの社説で言えば、真ん中辺 のちっちゃい細かいやつじゃなくて、社説エディトリアルみたいなのを新地2つ3つ読んでおけば、多分普通にやれば990はいくっていうのは維持できると思います。なるほど、リスニングはどうやって鍛えたんですか？リスニングはおっぱらテレビですね。あ、テレビ、はい、ほうほうほう。で一番好きやってて楽しかったのは最初の頃のシットコムっていう、はい、シットコムね、はい、フレンズとか、はい、ですね、もっと前のフルハウスとか、ね、フルハウスはブロッサーとか、僕もブロッサーも知らないですね、教育テレビとかでやってましたよね、はい、アルフが一番好きでした。あ、そうですね、シットコムでいいのは22分しかないので、勉強始めた時はトイックで言えば750点ぐらいだったと思うけど、それでも全然飽きずに、あの日本語とスクリプトも何もないので、日本語で聞いて、で英語で言ったらこんな感じになるのかなと思う予想しながら英語で聞いてって、そんでもまあそれを何十回繰り返しても8割ぐらいしか解読できないんですけど、でもそれを繰り返してるうちに、あ、じゃあ教育テレビ録画してたんですか？はい、そうです。あ、なるほど。VHS っていう、はいはいはい、今はね、わからないやつですね。はい、
なるほど、そうやってやって耳を鍛えたわけですね、うんはい、あとはニュースを聞いたり、あ、うんはい、NHK の副音声とかありますよね、はい、7時9時とかでしたっけ、はいはいはい、そういうので鍛えたわけですね、はい、独学で全部、はい、もうお金がなかったので、すごい、はい、それでこんだけの満点っていうのはすごい、うん、今回は岸さんにおいでいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.